こんにちは。マーキュリッチの西野でございます。それでは今日は海外赴任マネージャーとしての効果的なプレゼンテーションというテーマでお話をしたいと思います。メッセージはこれです。鳥の目蟻の目両戦略で現地社員とつながろうというメッセージです。それでは早速この話から始めていきます。マネージャープレゼンは最大の機会であるというお話です。ここに書いているように現地スタッフのマネージメントというのはやはり赴任マネージャーにとって悩みの一つだと思うんですね。悩んでいる方多いと思います。でそういう方にこそビジョン、事業戦略、事業計画のプレゼン、この機会を最大限生かしていただきたいんですね。なんですが実際ですね、私も指導させていただく中でこの機会をうまく活用できてない方が多いのも事実なんです。例えば、良くない例ですね。数字の羅列で終始しているプレゼン、聞く方もですね、後で読めば分かるしみたいなね、そうなっちゃってると、もういきなり退屈しちゃってるんですね。そういうふうなプレゼンもあれば、あとは本社の方針を英訳しただけのプレゼンをするみたいな、もう自分の言葉で話している感が全く伝わらなくてですね、全くもって魂がこもっていないプレゼンになっちゃってるってことなんです。で、こういった方はですね、ぜひプレゼンそのものに対する捉え方を変えてほしいと思うんですね。特にこういう場面でのプレゼンは事実を伝えるっていうのが目的じゃなくて、感情に訴え聞き手とつながるプレゼン、ここにゴールをフォーカスするということなんですね。これはここで非常に重要な考え方です。じゃあそれを実現するために鳥の目と蟻の目という2つの戦略で具体的に進めていくということを今回より、深めてね、より深掘りしてお話を進めていきたいと思います。まずは1つ目、鳥の目戦略です。簡単に言うとこういうことですね。高い視点からの話をすることで従業員にとってみて自分の仕事の意義を改めて強く感じてもらうということなんです。まさに高い視点を与えるっていうのはマネージャーが出すべき非常に大きな価値の一つですね。でこれを実際に実行している、実践している方の例をお話しましょう。世界ではもう今や有名な松下幸之助さんですね、大経営者である幸之助さんの有名なエピソードを一つご紹介しましょう。で私もちょっと読んでみたいと思うんですね。松下電器がまだ創業して間もない頃の話だということなんです。まだあまり電球が普及していなかった時代にそれを作っている工場で電球を布で磨くだけという仕事があったそうです。その仕事を担当している従業員に向かって幸之助さんこう言ったということなんですね。君らは電球を磨く、その電球で街の明かり、街灯に明かりがつく、夜遅くに怖い思いをして駅から家に帰らなあかん女の人がおる。ところが君らが磨いた電球のおかげでいつも怖い思いをして帰ってたのに、今日からは安心して家に帰ることができる。お母ちゃんが帰ってくるのが遅うてもう暗くなってしもうて、ウルトラマンの絵本を読んでもらわれへん子供がおる。そんな子供の家に君らの磨いた電球が1個灯るだけでその子はお母ちゃんに絵本読んでもらえる。そのおかげでウルトラマンは続行や。君らのような人がいなかったらどうなる。その女の人はずっと怖い思いをして夜道を歩かなあかん。その子供は大好きな絵本を読んでもらえずに悲しい思いをし続けるんやで。そう考えると君らはたくさんの人を助け幸せにしてる。ほんまええ仕事しとるな、と言ったそうなんですね。これを言われた従業員は自分の仕事に自信と誇りを持ち、電球を磨くだけの仕事でもやりがいを感じるようになりましたというエピソードなんです。じゃあこのポイントはどこにあるかってことなんですね。先ほど申し上げたように高い視点、それから大きな絵を見せてあげることによって社会的意義と自分の仕事をしっかりつなげてあげる、そうすることで従業員のハートを動かすプレゼンになっていたということなんです。ぜひ皆さんもですね、この高い視点、大きな絵を見せることでしっかりと社会的意義とつなげるっていうね、この要素を皆さんのプレゼンにもぜひ入れていただきたいというふうに思います。これが一つ目の鳥の目戦略でございました。二つ目の蟻の目戦略ですね。一言で言うとこれです。
彼らの目線に降りて話してあげる。現場感というのは、ね、非常に重要なキーワードです。現場の人たち、まあ、いわゆる現地スタッフですね、得てしてこういうふうな疑念って持ってるんですね。所詮我々現場のことって見えてないでしょう。多かれ少なかれ持ってる不満だったりします。そういった不満や疑念を解消する工夫が必要なんです。それがありのみ戦略のコアなんですね。具体的にどうするか、プレゼンの中にですね、従業員の言動行動を引用して伝えることなんです。これまたですね、実例をお話したいと思います。ある精密機械メーカーのマネージャーのプレゼンの例なんですね。我々は、すみません、そのね、マネージャーはこういうふうにおっしゃったんですよ。実際のその従業員に対してのプレゼンでということなんですね。我々は今変革の時期を迎えている。受け身の営業ではなく、こちらから顧客の解決策を提案していくソリューション営業を推進する必要がある。でここで終わらなかったのが彼のうまいところ、素晴らしいところなんですね。同僚とも言えるし部下とも言えるそのアンディの言動を引用したんです。でこう続けたんですね。アンディは X 社から〇〇〇という相談を受けたときに、安易な製品提案に飛びつかず、まずは一度持ち帰ってチームメンバーに相談した。その上で X 社の担当者の期待を超えるレベルの経営課題を解決するための大掛かりな提案にして先方に持っていき、そしてお客様から非常に高い評価を受けた。先日 X 社のミスターブラブラに会ったら痛く感動していたよ。アンディすごいじゃないか。みんなもこの行動をぜひ見習ってほしい。なんていうふうなプレゼンをしたわけなんですね。で実際ですね、こうやってアンディの言動行動を引用してプレゼンしたら、もうその瞬間にバッと笑顔が広がったそうなんです。もうそれで一気に場が和んだというふうなことを聞きました。まあ、実際ここまで大掛かりなエピソードすぐには見つからないかもしれません。ただ大事なのは従業員の実名を引用して語るってことなんですね。そうすることによって現場が、あるいは現地スタッフが、ああ私たちの現場のことをよく見てくれているなっていうふうに感じて、そして感情的に彼らとつながることができるんです。今申し上げた鳥の目、蟻の目、この2つの戦略によってぜひ従業員の感情に訴え、そしてつながるプレゼンを目指してほしいと思います。そうすることで皆さんは現地スタッフの心をわしづかみすることができません。そういったできるかもしれません。そうすることで現地スタッフのマネージメントという大きな悩み、この解決のきっかけをつかめるかもしれません。ぜひ、試してみていただければと思います。